つてのイギリスの直轄植民地香港は中国の特別行政区として高度な自治が認められています。香港の住民たちは中国本土の人々よりも広い権利を得ています。例えば言論と報道の自由です。まさにそれが危機にさらされていると数十万の人が見ています。12日夕方警察がデモ隊に向けて催涙ガスを発射しました。立法会の前で激しい衝突が起きました。中国本土への容疑者の身柄引き渡しを可能にする改正案についての審議が予定されていましたが延期されました。しかし香港政府は何としてでも今月中には採択したいとしています。市民です。私たち香港市民は今日政府に私たちの要求を無視しても諦めることはないと見せつけたいです。香港は私たちが住む場所です。抗議は香港の社会に広く広がっています。しかし中国寄りの香港政府のトップ林鄭月娥行政長官は引き渡しの対象は重大な犯罪のみであると強調、沈静化を図りこう語りました。改正案に賛否があるのは間違いありません。説明と意思疎通がその際役立ちます。しかし不安や論争を完全に取り除くことはできないでしょう。香港の人々はこの改正案によって恣意的な中国の司法に身柄が引き渡されるのを懸念しています。さらに衝突が起きる可能性があります。香港の得ている数々の自由と中国の強力な影響力がぶつかります。